ロプロジェクトに対するこの考え方とか、まあ、僕なりにですがちょっとこう掘り下げてじゃないけど、僕が3人いてるやつあるじゃないですか。あれはね、僕の中でこう一つのなんか答えじゃないけどなんか分かったような気がして、そういう結構ね深い思いで、ね、あのロゴに込めたんですよね。自分の中でも今後どうなっていくかちょっと楽しみなところで、迷った時はもう自分の感覚を信じて、なんかそういう生き方というか。どうも、ゆうです。まずはね、この動画、まあ、見てくれてる人で僕のことは、ね、知らない人もいると思うんで、まあ、簡単な自己紹介をさせてもらいます。もともと僕ヒルティ&ボッシュっていうダンスユニットやってまして、それでまあ大体25年ぐらい活動してて、で相方のねジンっていうんですけど、まあ幼なじみでずっと2人でやってきまして、で、まあ、基本的にはこういろんな世界各地に行くことが多くて、もう33カ国以上かな今まで行ってきて、でずっと2人で基本的にはまあやってきたんですけど、まあ、このタイミングでちょっと本格的にソロ活動も力入れてやりたいなと、なんかやりたいこともどんどん出てきて、なんかそういう思いがこう日に日に強くなってきて、でまあ今回ソロプロジェクトを立ち上げてやろうかなっていうことになりました。でまあウェブサイトとかに、まあ、ブログを載せようと思いまして、そこにも書いてるんですけども、まあちょっとね書ききれないことが多いの で今回この動画でね、その書ききれなかった思いとか、そのソロプロジェクトに対するこの考え方とか、まあ、僕なりにですがちょっとこう掘り下げてじゃないけど喋っていきたいなと思います。よかったら最後まで聞いてください。まずじゃあ最初にこのソロプロジェクトを何でやろうかなと思ったのかっていうところをねちょっと話したいなと思うんですけども、まあ、先ほどもちょっと言ったんですけど、まあ、僕らどっちかっていうとやっぱこう日本というよりも世界基準というか世界に回ってこう活動することが多かったので、なんかやっぱりそのいろんな国に行くことで自分の中でもその感じることがねいっぱいあったり、でも僕自身は日本人としてこうやってるんですけども、まあ、いろんな国行くことでやっぱりその考え方とか価値観も違うし、なんかそういう中でダンスしていくうちに本当になんかこう自分の中で表現したいものとかどんどんこう強くなってきまして、でそれが何なのかなって自分の中で考えた時に、まあ、今回のその、まあ、ウェブサイトの中にもあった、まあ、僕のなんていうんですかねテーマというか、まあ、道は決まっていて自由っていうねタイトルがボンとあったんですけど、まあ、この言葉にふさわしいというか、で、まあ、これねもともと僕が好きなバカボンドっていう漫画の中の一コマっていうか、まあ、その中のセリフの一つなんですけど、それが僕ね一番すごいこう好きな言葉っていうか、その決まっているものダンスももちろん僕が選んでこう決まっ自分でやってて、でその決まったものの中で表現してるんやけど、でも僕自身はやっぱりすごく昔から自由を求めていて、でその自由っていうのはもうほんまにただ好きにやればいいっていうものじゃなくて、本当の自由に表現するものって何なのかってなった時に、僕の中でこう一つなんか答えじゃないけどなんか分かったような気がして、でそれをやっぱりこうね最初は自分の中で作っていってこう何周も回りながらまた元に戻ったりやっていくんですけども、だんだんとそれをなんかこうもっと表現して出していきたいなと思うようになって、でその中でじゃあその決まっていて自由ってどういうことやねんって、まあ、なると思うんですけども、まずその思いをねそのウェブサイトの中にあるロゴとかそのトップ画像のようなアーシャルとかも全部その思いを込めて、まあ、僕がプロデュースして、でいろんな人にこう撮ってもらったりして作ってもらってやったんですけども、まあ、そのことについてねちょっと話していけたらなと思ってます。はい、
まずはじゃあ最初のこのトップ画像にあるね、この、こう僕がこう3人いてるやつあるじゃないですか。あれはね、まず僕自身のその真ん中にいる、こうやってやってるね、スーツでやってるのが、まず僕自身の今までやってきたダンスが軸になった僕ですよね。で、そっから今回ね、そのアートの部分とそのミュージックっていうこう二つの要素、僕の中にあるなんか二つの要素ですね。もともとこう絵描くのとか好きだったんで、小さい時から。で、絵はね、僕の中で結構ね、自由に描いてきた。誰に教わったわけでもなく、なんか自由に描いてきたらいつの間にか描けるようになってきた、なんか部分で。で、もう一つそのミュージックっていうのは、まあ僕の親の影響もあって、もう小さい時から音楽聴いてて、で、その音楽は日本の曲に縛られず、ほんまに海外のいろんなソウルから、ジャズから、いろんな曲を聴くことが多かったんで、自然とそれもね、僕の中に染みついていって、なんか音楽をすごく自分のライフスタイルの中に大事にしてる自分がいるんですよね。その絵とその音楽っていう2つの要素を、その自分がやってきたダンスの中から派生して出していこうかなっていう、今回の活動のプロジェクトのこう趣旨っていうかね、それを表してます、あの写真で。で、あの写真もなるべくこう手を加えずに一発こう撮った写真をうまくこう自分のイメージで合わせて表現できるように、まあそれも結構ね、いろいろ考えながら僕なりに相談してでやったんですけども、だいぶね、正直あの想像を超えるぐらいいいのをちょっと撮ってもらって、であれね、結構青いとか赤とか、まあこうやって残像みたいになってると思うんですけど、見てくれたらちょっとわかると思うんですけど、あれ実は何の加工もしてないんですよ。だいたいああいうのって普通撮ったらその後にレタッチって言ってこう加工する作業が入っていって、でまあそういう風にやる仕事の人もちろんいるんですけども、今回そういうの一切せずに、本当にあのもうワンシャッターガシャっていう一発のね、写真ののみであれを表現してたから、だからあれをもう一回やれって言われたらできないんですけども、それをなんかたまたまね、ああいう風にイメージを超えるようなものを撮ってもらえたんで、僕の中ではもうかなり満足いったねものになってます。はい。で、あとはまあロゴですよね。で、ロゴも結構こだわってまして、あのさっきまあ言ったその決まっていて自由ってことですよね。その決まっているっていう、なんか僕の中でそのダンス、僕がやってるダンスのメインがロックダンスっていうね、もともともうあるんですよ、動きが。作った人がいて、その作られたものを学んで、でその中でどうやって自由に踊れるのかっていうのが僕の中のすごいテーマになってて、でそれってやっぱり常にそこと向き合ってないと僕はわからないことだと思うし、やっぱ自由にやろうとしすぎて、その根本的に自分がやりたかったことを見失う時もあったし、で逆にその形に縛られすぎて自分の自由がなくなったりとかなったりして、そういうのを繰り返してきた中で、やっぱり自分の自由ってそうやってなんかこう勝手にできるもんじゃなくて、なんかそういう繰り返した中で掴んでいく自由を手にするものやなって思ってて、そういう結構ね深い思いをね、あのロゴに込めたんですよね。はい。で、この U っていうね、あの文字、 YOU っていう文字も、まあ自分の中で一番バランスのいい、要はその綺麗な形、美しいとされるその綺麗な形をまず作って、でそれもなんか要はいろんなパターンがああいう字の中にはあるんですけども、その中でも自分が綺麗だなって思うその字をまず作りました。でその上にあのいびつな線があるんですけど、あれも僕が手書きで書いたんですよ。僕のイメージでそこにいびつなものが入ることで、でもそれって結構言ったら決まってないじゃないですか。さっきのこのシュッとした U っていう字はもう決まったものなんですけど、その適当にこうやって書いたものは僕の中でも感性なんで自由な表現なんですね。でそれとその綺麗なものを混ざることで、それが一つのものになるみたいなイメージなんですよ、ざっくり僕の中で。それをなんかこうロゴに
表現したくて、でそれもいろいろこう何日も考えながら、まあ、あれ完成してかなり満足いったものになってまして、で僕のダンススタイルが本当にもうあのロゴそのもので、結構初めから自由に踊るというよりも、なんか自分の意思で一つのターン、一つのポイント、一つの動きもなんか自分の中で納得いくまでこう綺麗に見せたりっていう部分があって、でそれってやっぱりね、結構どの世界もそうだと思うんですけど、努力がいるというか、で覚悟もいるイメージがあって、何もそういうの取っ払って自由に踊れって言われたら全然踊れるとは思うんですけども、僕の中ではまずその前にしっかりとしたものをやりたいっていうのがあって、でそれができた上で、その中でどうそれを崩していくかっていう良さみたいなのがやっぱりこうあって、でなんでそういう感覚になったかっていうと、やっぱさっきも言ったように日本じゃなくて海外を飛び回ったからって僕は思ってて、日本だけでいたら多分そういうふうに絶対なってなかったと思うんですね。その中の価値観が多分あったと思うんです、これっていう。でも一歩外出たら、自分が日本にいた時の価値観も真逆が正解、ここではっていうことが結構あって、だから結局これ何が正解やねんみたいなとこまで行くことが多かったんですね。でやっぱり自分の中でこうっていうものがあって、でそれがあった上で自由にやるっていうことがやっぱり一番なんかこういいんじゃないかなというふうに自分の中でなって、それをもとにじゃあソロプロジェクト、まあ、さっきのロゴも作りました。で、アーシャもできました。で、そういうサイトも作ってもらって、で、どういうことをね、やっていこうかっていう話もずっとなってまして、で、こっからが、まあ、まずは、さっき言った音楽ですよね。で、普段から僕も毎日音楽聴いてたんで、その感覚はあるんですよね。でも、もちろんやっぱダンサーやから、その音楽を作る技術はないんです。ないけど、でもこの感覚をなんかこう使って、自分の中にあるものを音楽として作って、それで自分がパフォーマンスしたり、誰かがそれで踊ったり、何でもいいんです、誰か聴いたりでもいいんで、なんかそういうものを作りたいなっていうのがまずあって、で今回ね、その音楽を自分で制作する、でその制作してくれる人もね、やっぱこう出会うんですよね。でそれもやっぱ同じような志を持った人がこうやっぱ出会うというか、それもね、絶対あるんですよ。やっぱそういう出会いがなかったら、そもそもやろうとしたところでできないじゃないですか、そういう発想も。でもやっぱりそういう人と出会えてたっていうのもやっぱ大きいんで、まあ、今回そういう音楽をどんどん作っていって、ジャンルとかあんまり気にせずに、本当に自分の中にある感覚で作っていきたいなっていうのがあります。でもかといってね、まあ、ダンスだけのそのトラックというか、そのビートだけとかそういうのじゃなくて、やっぱ一つの音楽として成立させたいなって思いがあって、まあ結構苦労したんですけども、まあこれからね、ちょっとずつ出していこうかなと思います。はい、それもちょっと楽しみにしてもらって、であとはアートの部分はね、もうこれは何て言うんでしょう、一番こう自由な世界じゃないですかと思って、でね、見る人が見たらこう適当に描いたり絵とか、なんか文字とかも何も思わへんけど、他いいと思う人が見ればいいってなるし、多分そういう世界やと思ってて、これも結構僕の中にあるそのダンスの価値観と似ているというか、でもともとやっぱ絵が好きで、綺麗にその見たそのものを描くのが好きだったんで、それは結構やってきたんですね。で今度はそれをどう崩していくかっていう、ここはね、まだね、ちょっと自分の中でも今後どうなっていくかちょっと楽しみなとこで、でその自分がデザインしたね、絵とかをこうどんどん出していきたいし、で僕もこう服とかね、結構好きなんで、なんかそういうのも自分でデザインした服とかもね、出したりとか、なんかそういう活動もしていきたいなと、はい、思ってます。まあ、今後ね、
どうなっていくかわからないですけども、まあもちろんヒルティとしてもね、やっていきますし、で、よりソロにもね、力入れて、さっき言ったみたいに自分のやれることをどんどん表現していこうかなと。で、もう迷った時はもう自分の感覚を信じて、なんかそういう生き方というか、なんかこう、誰もやってないことをやるって言ったら大げさなんですけど、もうこんだけ情報があって、もうね、いろんなことを選択できる世の中になってるんで、やっぱり何をチョイスするか、自分はなんかこう、どういうふうに生きていくかっていうことが多分大事なんじゃないかなって僕は思うんで、で、そうなった時に、やっぱこう、ね、誰もこれもってやっていくと、やっぱどんどん見えなくなってくるし、で、自分のそのライフスタイル、自分が普段生きてる感覚と、やっぱずれてくるんですよね。で、ずれてくるとやっぱどんどんこう矛盾が出てきて、なんかこう、自分の中でこう矛盾を抱えながらなんか活動するみたいなことになってしまうと僕は思ってるんで、で、特に僕はやっぱ自然、なるべく自然に生きたいっていう思いがやっぱ強いんで、やっぱ普段のそういう矛盾をできるだけなくすために、やっぱり自分の感覚をすごく大事にして、普段から。で、それをダンスや音楽、アートっていうものに、表現できたらなと思っています。はい。はい。まあ、ちょっとね、長くなったんですけども、まあ、僕の思いはね、とりあえず今こんな感じでやっていきたいなと思ってます。なのでね、みんなぜひ今後も、僕のそのソロ活動、ぜひチェックしてください。今日は、ありがとうございました。Let's go, man!